守備のキーマン庄司源選手に来てもらいました。どうぞ。お願いします。すいません、疲れてるのでありがとうございます。いえいえ、全然です。来ていただいてありがとうございます。サタデーナイト J のつぼいで今日は知ってますか、サタデーナイト J。 いや、知らない。僕サッカー番組全く見ないんで。ここはじゃあ、ここはカットした。すいません。知ってる、知ってる。本当に見ないですよ。はい、サタデーナイト J。これはサタデーナイト J。知ってます、知ってます。これはサタ会うのはだって、こんなにちゃんと話す。いやいや、もうほぼ初めてですよ。ほぼ初めてだよね。はい。もちろん僕、俺はずっと知ってるけど。いやいや、僕もですよ。何をおっしゃいますか。会うのは同じセンターバック同士なんですけどね。なんかこうやってちゃんと話すの初めてなんで、今日すごく楽しみ。いえ、もうありがとうございます。してました。ありがとうございます。なのでね、あんまり、あんまり何 ?50 分ぐらい使っていいんだっけ。え、いや、1時間半ぐらい伸びた、伸びた。俺が持たない。いや、まあ、でちょっとね、疲れてるんで、はい、コンパクトにしていきたいと思います。はい、それでは早速、質問なんですけれども、はい、今の現状チームの雰囲気だったりコンディションみたいなのは庄司選手から見てどうですか。まあ、チームの雰囲気はやはり前節札幌に引き分けたので、うん、まあこう少しこうどんよりとした、うん、でどうしても勝ちたかった試合で引き分けてしまったので、うん、でももうそういう空気を今日は取っ払いたい、その広島に向けての一発目だったので、うん、まあ非常にいいトレーニングができたので、まあ、チームを少しずつこう広島に向かったこう投手を、まあ、出てきてるかなと思います。なるほど。はい、じゃあいいスタートが切れたわけですね。そうですね。はい。ということで広島の話出ましたけども、まあ、広島戦でなります。印象はありますか。いや、もう強いです。一言、はい、もう強いです。攻守両面。いや、まあそうですね、うん、で、まあ僕が前半戦で、うん、あの結果こそ 1-2 やったんですけど、うん、で僕らもその時初めて3バックからスタートしたんですよ。そうですね、私解説してましたから。そうですか。まあそうとはゆえ、うん、一番強かったです。あ、ファーストは、はい、あのやった中で、いや、やった、強かったです。あ、やっぱりそうなんだ。はい、なんで、うん、まあ、もちろん順位的にも 1-2 といて、うん、勝ち点も一緒とかこういろんな言われ方しますけど、うん、もう僕はもうリベンジマッチですね。あ、そういう意識なんだね。はい、いや、いろんな選手から広島強いってことは聞くんだけど、いや、強いっす、もう。いや、町田の選手からしてもやっぱりそうなんだ。いや、強いっすよ。なんだ、やっぱり。はい、まあでも完成されてますよね。うん、もう、はい、やることしっかりしてますし、ね、うん、で、まあ経験ある選手もいますし、うん、まあこう融合と言いますか。うん、はい、じゃあそんなまあ広島、特にまあ得点力かな。まあそうですね。得点力が素晴らしいと思うんですけども、はい、そこに対して何か気をつけたいポイントとかあります。まあでも僕らも今 J リーグの最小失点を狙ってるので、うん、まあそこは簡単にはやっぱやらせたくないですし、うん、まあもちろん組織力っていうのも僕らの売りではありますけど、うん、やっぱりね、よく見たらこそのゴール前の局面だったり一人一人というかすごく体を張ってるチームなので、うん、まあ、簡単にはやっぱやらせたくないですね。そうですね。はい、まあ、あと僕が思うには庄司選手中心に非常にやっぱりディフェンスライン横の距離、中盤との縦の距離すごくいい距離コンパクトに保ってると思うんですけども、コーチングで何か意識していることありますか。いや、でもコーチングは、うん、まあ、割と、ね、自分の武器やと思ってるので、うん、まあ、90分ずっとは難しいにしても、うん、まあ、限りなく途切れることなく、うん、こう出しているつもりではいるんで、うん、まあ、そうやってこう微調整といいますか、で、あと自分が楽したいんで、はい、コーチングしてね、はい、自分がね、ここにいて、そうです、周りが動いてくれた、それはもうだって今何歳だっけ。僕32の年です。そうで、まだなってないですけど32の年です。そう、もう僕も30超えたあたりからそういう風になってきたいや、でも、はい、自分も動けてコーチングでね。でも、まあ監督からもしっかりこうね、うん、あのベテランらしい守り方ができるとは思うけど、うんうん、そこはあえてこう自分も動いてしっかりこうまず見せてくれっていうのは言われてるので、そうなんですね。それはじゃあ走行距離もセンターバックにしてはある方やと、はい、このチームある方やと思うんで、まあそういうのもこうやっていければなと思います。まあ今それでコーチング話少し出たんですけど、意識的にはどう、あの鼓舞するようなマネジメントのコーチングが多いのか、それとも右とか左とか、こっち切ってくれ、あっち切ってくれとか。割合で言うと、うん、コブやと思います。はい、コブの方が試合中やっぱ多い、ね。今多いと思います。でも、うん、やっぱりこう横前とかこう短い距離は、うん、もう全然もうカメラにももちろん入らないような声で、うん、右左とかは言いますけど、うん、やっぱりこう、ね、押し込まれる展開だったり、まあ、自分たちが受ける側のセットプレーだったりは、うん、まあ、僕や構成含め。こうコブ系がやっぱ多いですよね、うんうん、あとここぞっていう時ですよね、時間帯含め、うん、そういうのは、まあ、しっかりこう
今が一番大事だぞっていう瞬間とかを意識して声かけるようにはしてます、うんうん、これはねぜひセンターバックをやってる子供に聞いてほしかったんです僕はやっぱりコーチングが大事っていう、ね、まあ大事ですよね。こととやっぱカメラとか声に、ね、あんま映らないところで結構ね、いやまあめちゃくちゃ、ね、いますよ、結構いろんな声、まあ、僕はあの坪井さんぐらい身体ないんでいやいやいや声でやらないと十分だからもう速さがないんでだからもうこう周りを動かして、うん、楽して最後自分が美味しいとこだけこう取れるように、 それはもうね経験ですよ、ね、そうですね、そういうね大事さがやっぱあるってことですよね、はい、コーチングもう大事ですね、うん、で、まあ、ご自身は、リーグ戦の優勝経験もありますよね、はい、ということで今残り7試合、はい、まあ、もちろん優勝争いをもしてるって言っていいと思うんですよ、はい、そういった上でなんか大事なこと、この時期大事なことって何か考えることあります？まあでも先を考えないことじゃないですかね、うん、もうもちろん優勝っていうのは自然とこう周りも外野の方たちも言ってきますし、うん、まあ僕ら現場じゃなくて案外フロントスタッフもそれを期待して、うん、サポーターも期待してっていうプレッシャーある中で、でも僕らはこう目の前の試合に勝たないと結局それは見えてこないですし、まああとはそのプレッシャーにいかにこうみんなが勝っていけるかじゃないですかね、うん、もう初めての人が多いんで、そうですよね、きっと多分ですけど、僕別に話したわけじゃないですけど、うん、次広島に向かうにあたって、うん、多分みんなの心理的にですけど、あ、負けたどうしようとか、やっぱり多分入れられたどうしようとか、ちょっと外したどうしようとかっていう多分心理で多分なっていくんですよ、うん、でもそれって別に考えなくていいっていうか、まあもう極端に言いますけど、うん、僕の考え方ですけど、うん、別に負けたって死にはしないし、うん、別に残留、ああ優勝争いから離脱するわけでもなければ、うん、じゃあそれ負けたら降格ですでもないし、負けたら負けたなんですけど、でもその時の一番の自信を持っていけば、うん、もう絶対勝てるからっていう思いがあれば、負けたらどうしようとかなんていらないです、ね、はい、そこを考え出すともう自分にこう圧かけちゃうだけなんで、うん、いや負けたら負けたよと、うん、次勝とうよとか、ちょっとこう軽く見えるかもしれないですけど、うん、案外そういうのが一番大事だと思います。そうですね、はい、だからこれは何だろうな、こう戦うとかそこにかける思いがあることが前提としてね。そうです、もちろんです。もうそれが前提として、はい、もちろんです。どっかで開き直りもないと。そうです、そうです。鼻から負けてどうしようとか、ね、いや負けた負けたってっていう思いではいかないですよね。そういかない、もちろんいかない。もう全力で勝ちに行って闘志むき出しでいきますけど、どっかではどっかで、ね、そういうのも持っとかないと、今週1週間ずっと自分に、いや今日の練習うまくいかなかったな、いやどうしようとかはもういらないです、うん、はい、それはね、これはやっぱりちゃんとやっぱ優勝経験してる人の意見だと思う。あ、本当ですかね。そうですかね、うん、やっぱり抜くところちゃんと抜けてないと。いや本当にそうやと思います。最後の最後のところでゆとりがないと、いや本当そうやと思います。もうずっとゴムも引っ張りっ話やったらきついん で、どっかではこうたるませる瞬間がないと。そうあ、これはそうですね、やっぱり経験してる人、はい、やっぱりこれはすごく大事な、はい、ことだ、考え方だと思います。でもここから7、6、5と減っていくにつれ、うん、多分もっとピーンって張っていくと思うんですよ、うん、それを緩ませるのが案外僕らの仕事なんかなとは思います、うん、もう多分張り詰めるのは自分たちでやれるんで。そうですね、はい、うん、緩ますって自分ではできなかったりするんで、難しいと。声かけなのか行動なのか分かんないですけど、それはちょっとこう経験ある僕らの仕事かなとはちょっと思ってます、うん、なるほど、はい。いやいいですね、さすがですね。できるか分かんないですけど、さすがですね。いやいいよ、面白い話してるとやっぱ面白いね。いやもう頑張りたいですね。でもそういうのはゴールデンエイジの方たちを僕も見てきたので、小笠原さん含め、はい、まあすごいしね、はい、鹿島の時はもう、そうです、はい、浩二さんとか曽我さん、元さん、その下にはこう野沢さんだったり、ね、岩本さんだったり、うん、青木さんだったりいたので、そういう彼らのあれを見てるので、うん、まあ今ですけど、あ、僕も相当助かってたなと思います、うんうんうん、僕も若い時の25とか6とかの優勝経験なんで、うん、その時のあのベテランの方たちの振る舞いを考えた時に、うん、あ、何気ないことですけどすごい助かってたなって今になって思うので。そうですね、もう今となっちゃただのおっちゃんですけど。いや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 、俺から見たら、いやもう僕から見たらもうみんな、いやでもみんなただのおっちゃんですけど、坪井さんとかのこともだって下手した信頼世代とかが今来てるわけじゃないですか。そうですよ、若い子たちは考えられないです。もうだってあの現役最後の方は僕40までやったんですけど、あ、坪さんゲームで使ってましたって怖いですねゲーム使ってました。いやでも僕あの心臓くんがちょっとあれ関係ない話ですけど、はい、心臓くんが僕心臓くんプロ1年目でもう
あの僕が1年目で大迫コールキのツートップやったりした時の、その時かで僕紅白戦でサブ組で出させてもらってた時に、うん、僕も新蔵くんが一番早くに衝撃を受けたんですよ、うん、この人やばいって、うん、でその人に新蔵くんにまあ可愛がってもらって、うん、ご飯も連れて行ってもらっていろんなこと聞いて、でレッツ行って、うん、レッツでいっぱい対戦して、でその時に今まで一番嫌だったディフェンスはって言って坪井さんのことを挙げた時に半端ねえやって、この人に嫌がられるディフェンスってどんな人なんって間接的にあんまり対戦がなかったですよ、ね、あんまり、ね、対戦がなかったから、はい、でもまあもちろん代表でずっと見てて、僕が見てた立場なんで、まあ、何やったら僕もちょっとゲームで使ってるくらいやったんですか、はい、でもその新蔵くんが坪井さんが一番嫌やったって言った時は間接的にですけど、あ、化け物なんやと思いました。もう汚いこといっぱいしてた。しかも早いし、まあまあ早いがね一番売りだったんで。いやもうすごいっす。そう、それがストロークポイント。俺の話をしていいのかな。いいっすよ。俺の話をしていいの。いやもう僕もゲームで、はい、お世話になりました。そうそうそう。そう、早いが売りだったから駆け引きでやっぱね優に立てることが多かった。いやすごかったっす。もうわざと立て開けたりとか。ああ、僕にはできないっすね。そういうちょっとね利点があった。うまく使ってた。いやでもだって強さもあるし。両足蹴れるし、俺からしたらもう強くて両足蹴れるはもうせこいと思ってた。いやでもまあ左足を練習しました。あ、本当に、はい、あの割と、うん、まあ、鹿島で大輝さんとかと組む時も、うん、僕左が多かったんですよ。そっか。で、直道とずっと組んだ時も、うん、もう直道が右が、ね、右だ、はい、だからね、もう言っちゃあれですけど、あれで左蹴れない、ね、なった時に僕が左になること多くて、で代表でも僕麻也君が右で左やったんで、なんか僕もめちゃくちゃ左練習、大岩剛さんがコーチの時から、あ、やったんだ、はい、剛さんにお前は左足も蹴れないとダメだって言われて、うん、左足の練習も剛さんとマンツーマンでやって、である程度はですけ ど蹴れるようになりましたね。俺からしたらもう両方ピシッと蹴るなっていつも思って。でもやっぱ左足は怖いですね。どこ行くか分かんない時あるんで。いやいや、でもねちょっとね脱線もしていろいろ聞けたんですけれども、はい、ちょっと最後、はい、また広島戦の話に戻して、はい、まあ、大一番って言っていいと思うんですけども、はい、その広島戦にかける思いがあれば聞かせてください。最初のミーティングで、まあ、多分言っていいと思うんですけど、はい、監督が、うん、もう負ければ、うん、自力優勝がないと。おー、だって自力はもう広島さんだけになるじゃないですか。そうですね、自力は、うんうん、まあ、もちろんその後の結果次第ではありますけど、うんうん、でも俺らが勝てば自力は俺らだけになると、うん、もうそんぐらいの覚悟を持って、やっぱりその他力じゃなくて自力で優勝をこう目指していく中で、ここは絶対負けれないと言ってたので、うん、まあ、もう僕ら選手も全員同じ気持ちです、はい、そのぐらいの、はい、まあ、もう覚悟を持って、うん、もう責任と、まあ、あとはもう応援してくれる方たちのためにアウェーで何人来てくれるか分からないですけど、うん、まあ、あのスタジアムで勝つのはいいスタジアムですから、もうそう簡単ではないのはもう見てて分かるので、うん、だからこそ来てくれるサポーターのために笑顔を返せるように、あとはもう家で待つ家族のために頑張りたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。期待してます。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。長くなりました。すいません。ありがとうございました。本当にありがとうございます。